表紙は一般には白や白の連なりのこと。西洋音楽では強拍に連なるいくつかの白の集まりの繰り返しを言う。日本では337拍子という言葉でわかるように、この言葉は西洋音楽の定義の表紙とは異なる使われ方をする。アラブ古典音楽のイーカーアやインド古典音楽のターラを何々表紙と表現することがあるが、 これも、西洋音楽の定義の、表紙とは異なる。以下、本校においては、西洋音楽のそれについて述べる。西洋音楽において、表紙とは、白の連なりにおいて、白に銃形が生じたとき、一つの銃である白とそれに後続する一つないし、いくつかの形である白の集まりが、周期的に繰り返され、脅迫から次の脅迫までで一つのまとまりを感じる、ことを言う。 一つの強迫に連なる拍の数によって、二拍子、三拍子、四拍子、などと呼ぶ。また、一つの拍を示す音果を添えて、四分の二拍子、二分の三拍子と呼ぶ。楽譜には、五千の下半分に音果、上半分に拍数を書く。これを表紙記号という。なお楽譜上では、一つの拍を示す音果が、不点音符の場合、 便宜上本来の表紙と異なる数字を書き記すことがある。なお、2分の2拍子を、4分の4拍子をと書くことがある。これは中世フランスの音楽家、フィリップ・ドビトリーが、音楽理論書、アルス・ノバで用いた寄付法に由来する。アルス・ノバでは、音歌の分割について3分割を完全分割、2分割を不完全分割とし、 完全分割による三拍子は完全を意味する声援で表し、不完全分割による二拍子や四拍子は声援の一部が欠けた C によって表していた。中には、コモンタイムの頭文字 C を図案化したものと解説する書もあるが、これは誤りである。楽譜に書くとき、一つの強迫に連なる白のまとまりを小説と呼ぶ。ルネサンス音楽以前は、 曲全体に統一された表紙を与えることは一般的でなかった。一つの曲の中で白の強弱の周期は様々に変化し、多声音楽では強迫の位置が西部ごとに異なるのが普通であった。しかし、舞曲ではステップを踏むために必要であったため、表紙が付けられていた。バロック音楽以後は舞曲のスタイルが踏襲されたため、西洋音楽は表紙を持つようになった。 西洋音楽においては、すべての表紙を2拍子ないし3拍子の組み合わせに適用する傾向があり、これを単純拍子と呼ぶ。また、2拍子の複合拍子である4拍子を単純拍子に加えることもある。一つの強迫と一つの弱迫からなる拍子で、人間の歩行から発生したと考えられている。一拍を4分音符とする2拍子を4分の2拍子、一拍を2分音符と、 する二拍子を二分の二拍子という。一つの強迫と二つの弱迫からなる拍子で、馬の歩行から発生したと言われることが多い。メヌエットやワルツは三拍子であり、このような踊りのリズムに多く見られる。一拍を八分音符とする三拍子を八分の三拍子、一拍を四分音符と、する三拍子を四分の三拍子、一拍を二分音符と、する三拍子を二分の三拍,拍,拍,拍子という。 一般には二拍子を二つ連ねたものと考えられていて、強マイナス弱中強マイナス弱の四つの拍からなる。ただし、強マイナス弱マイナス弱マイナス弱と考えられるものもある。一拍を四分音符とする四拍子を四分の四拍子という。西洋音楽の楽譜における音符は二等分形で作られているため、拍を三等分するリズムは三連符を使って記すことになり、 表現が煩雑になりがちであるため、白を3等分するリズムによる曲では一拍の音歌を3等分しやすい音符で表すことが考案され、不点音符を付与されるようになった。不点4分の2拍子や不点2分の3拍子などと呼ばれるものがそれであり、不点音符は、不点がつく、以前の音符の1.5倍の長さ、すなわち不点がつく、以前の音符の半分の長さの3倍の長さを持つために、 三等分の概念を表現しやすい。しかしこれは数字だけで示すことができないため、楽譜上では三等分した音歌とその音歌の小説内の数を五線の下と上に表現する。すなわち、普天四分の二拍子は、普天四分音符を三等分した八分音符を基準として八分の六拍子と書かれ、普天二分の三拍子は同様に四分の九拍子と書かれる。 複合拍子には6、9、12拍子が分類されるが、時に純粋な6拍子、9拍子、12拍子も存在する。それらは一つの強拍と残りの5、8、11個の弱拍からなる拍子である。また、各拍が6等分される拍子として、拍子記号の表記上18拍子、24拍子と表記される3拍子、4拍子もある。基本的には、 角拍が3等分される2拍子、つまり3拍子プラス3拍子となるのが普通である。この場合、8分の6拍子は1拍を付点4分音符、4分の6拍子は1拍を付点2分音符とした2拍子となる。しかし、角拍が2等分される3拍子、つまり2拍子プラス2、拍子プラス2拍子も存在する。この場合、四分の六拍子は一拍を二分音符とした三拍子と、 なる。すなわちこれは前日の通り2分の3拍子に等しい。角拍が3等分される3拍子。8分の9拍子は一拍を不点4分音符とした3拍子となる。角拍が3等分される4拍子。8分の12拍子は一拍を不点4分音符とした4拍子となる。パストラールにしばしば見られる。ジーグでもしばしばこの拍子が使われる。 角拍が6等分される3拍子。16分の18拍子が、バッハ、ゴルトベルク変奏曲、第26変奏に見られる。角拍が6等分される4拍子。16分の24拍子が、バッハ、平均率クラビーヤ曲集第1巻第15曲の前奏曲に見られる。以上の表紙を足し算して組み合わせた表紙を変拍子、特殊表紙、または、 混合拍子と呼ぶ。ただし、変拍子は、いわゆる、拍子の頻繁な変化を指して言うこともある。順語拍子3拍子プラス2拍子、2拍子プラス3、拍子の3体に大分される。元来の西洋音楽にはない拍子で、スラブ音楽などの他文化から引用された拍子である。3拍子プラス2拍子、2拍子プラス3拍子の場合は、大枠としては、 角白の長さの異なる2拍子ということができる。純粋な7拍子、2プラス2プラス3拍子、または4プラス3拍子、3プラス2プラス2拍子、または3プラス4拍子、2プラス3プラス2拍子の4体に大部される。純粋な7拍子以外の場合、大枠としては、角白の長さの異なる3拍子ということができる。現在は2プラス3プラス3拍子、 3プラス2プラス3拍子、3プラス3プラス2拍子の3体にダイブされている。いずれも、大枠としては、角拍の長さの異なる3拍子ということができる。前項の複合拍子にある9拍子は、角拍が3等分される3拍子であるが、変拍子の9拍子も存在する。同時に合奏内視合唱される、角成部の拍が異なること、または、 そのように構成されたリズムのことをポリリズムと呼ぶ。各地の民族音楽、現代音楽、一部の思考的なポップスなどに見られる。日本ではティッペグラフカや DCPRG などがポリリズムの追求を実践した。レスピーギのローマの祭りのラベファナやオロディンの公共曲第2番第2楽章のプレスティッシモブ等がある。また、 ベートーベンのスケルツォは三拍子だが、一拍が三、等分された一拍子であると言われることがある。また、他の拍子の間に挿入して、特殊な効果を与えるために使われるものを言うこともある。一拍子を、拍子の分類に定義すべきかについては、諸説の分かれるところである。一つの楽曲の中で拍子が変わることもある。これを可変拍子と呼ぶ。特に曲が大きく変容するとき、 表紙が変わることはしばしばである。また、近代の楽曲、例えば、ストラビンスキーのバレー音楽、春の祭典では、表紙が数小節で変わることがあり、周期性が感じられず、楽譜の便宜だけのために、表紙記号が用いられるというようなものも見られる。そのような時には、上に上げた、表紙以外の表紙が見られることもしばしばである。また同様、あんたがたどこさや民用。 単行説などのように、メロディー重視の楽曲に対して、学理的に表紙を数えた時に、意図せずして、可変拍子になる場合がある。最初の音よりタいと脅迫か弱迫に給付によって、区切られた場合に状況となる。脅迫における重心が確保されると小説が成立し、二つ、並んで動機となる。効果は、リズムと体位が共に、終止の構造を取るまで有効である。 ビートと異なり、音量による補強を表紙学に組み込まずに説明される。あくまで音量は波に働く、総合力と解釈し、音質とか変わりがあるという立場から来る。脅迫、弱迫という言葉につられるせいか、脅迫は音の強い迫、弱迫は音の弱い迫という説明を見かけるが、これは誤解を招きやすい表現である。実際の音楽ではむしろ、 弱白に強白よりも強い音が置かれることが多いからである。その顕著なものはジャズの4ビート、ロックやポップスの8ビート、16ビートであって4拍子の2拍目と4拍目に強制が来るが、それらは決して強白ではない。英語のダウンビート、ドイツ語のアブテイクトやアップビート、アウフタクトの方がこれらの概念に近い。舞踊における ステップの重計は本質に近い。実際の音楽では伴奏音形において低い音が脅迫に当たることが多い。上記の二つは相反する立場から語られるため別々に独立した概念であるが、しかし双方とも共通する事柄がある。近年のコンピュータを用いた研究により、脅迫と弱迫は微妙に長さが違うことが肉眼で確認できることが、 証明された。この違いをメトロノーム記号で厳密にコントロールする作曲家も20世紀後半から増え始める。近藤譲は MM96 から93へといったテンポチェンジを行うが本人の説明ではムードチェンジと言っている。カールハインツ・シュトックハウゼンもテンポの半音階といった概念はこれら脅迫と弱迫の微妙な際のコントロールが 原泉であることを語っている。楽譜上で一拍を表す音歌には、四部音符ないし、普天四部音符が多く使われ、二部音符ないし普天二部音符、八部音符、十六部音符が、それに次ぐ。その他、稀に、普天八部音符や三十二部音符などがあり、また古い曲などでは全音符を一拍とする表紙もある。その音歌によって演奏上何らかの違いが生じる、わけではなく、 4分の3拍子を8分の3拍子で書き直しても演奏上同じである。一般にはゆっくりしたテンポの曲で大きな音歌の拍が使われると考えられがちであるが、モーツァルトなどでは非常にゆっくりとした8分の3拍子が存在する。笠原清志、15西洋の楽譜、西洋音楽の歴史放送大学、教育振興会、放送大学教材、 1997年、363から366ページ。ISBN4 から595877226。CF グース、uth, W. アイゼンハウアー、Learn to Play 最新フレンチホルーン教本ブック 1&2 杉原道夫役、全音楽不出版社。1998年。 ISBN 978から41億1548万1152。笠原清一西洋音楽の時代区分と、時代様式の変遷。西洋音楽の歴史放送大学、教育振興会、放送大学教材、1997年、17から19ページ。ISBN 4から595877226。 地上の祈りプラチナシンガーズジムデュー2018年8月28日、閲覧。リチャード・パワーズ、ニック・エンジ、ワルチィング、A ・マニュアル・フォーダン・シング・ンド・リビング・ p 2 1 2 2 0 1 3年 ISBN978 から0982799543、09特集パフューム、アイドルを回復する3人、クイック・ジャパン・ボリューム74、ー田出版、2007年10月12日、 43ページ、ISBN 9長7847億7831936ありがとうございます。